どうもこんにちは、ジェット大介です。この動画はサンディスクの提供でお送りします。はい。そして今日のネタはこちらです。i x p a n d Wireless Charger というものですね。スマホを置くだけで充電。そして自動的にバックアップまでしてくれる。コンセントからニョロニョロニョロっと繋がっております。こちらが実機でございますね。i x p a n d Wireless Charger でございます。こちらにスマホを置くだけで ポンってなりましたけども今ね。充電が始まりました。そしてバックアップも取ることができるんですね。対応する仕様の端末であればね、iOS でも Android でもどちらでも使うことができます。どちらの OS の場合でもアプリをダウンロードしたらそのアプリに促されるままの簡単操作でね、えー、設定は完了してしまいます。一度設定できてしまえばね、もう毎日の充電の際に自動的にバックアップができてしまいます。ほら、バックアップが始まっておりますね。 ね。この iX パンドワイヤレスチャージャーであれば、写真動画データ、それからアドレス帳のデータなんていうのもね、バックアップすることができます。それでこちらね、最大で10ワットの高速充電に対応しております。はい。そしてこっからすごく重要なんですけども、ポイッバックアップした動画とか写真データ、えー。こちらですね、バックアップ済んでますから、 スマートフォンのメモリから消してしまえば、空き容量を増やすことができるわけですね。<laughs> バックアップ終了するとね、スマホの空き容量を増やしますかってサジェストまで来るんですよね。必要になればいつでもね、i x p a n d Wireless c ャー r g の方から、えー、写真を復元することができますし、復元しなくてもね、えー、これ、ワイヤレスで閲覧することができてますね、写真を。 そういうことができるんですね。スマホメーカーなどが提供するクラウドサービスなどを使ってない方、契約してない方でもね、i x p a n d Wireless Charger であれば、バックアップがこう置くだけでできてしまいますね。で、これに関しては、おうち、自宅の Wi-Fi とかも契約してなくても大丈夫ですからね。 クラウドにバックアップだったらね、え、インターネットが必要だからね、Wi-Fi を契約してる方がいいとは思うんですけども、この i x p a n d Wireless Charger であれば、バックアップのデータはスマホと直接やり取りしてるので、Wi-Fi とかの契約も不要なんですね。本当に置くだけです。 iOS でも Android 端末でも使えるわけですが、この複数の端末はどうやって使うのかってことなんですが、もちろん使うことができます。置けばバックアップ、それから充電ができます。こちら、別の iPhone ですけどもね、これも使うことができます。もちろんね、Android 端末も、はい。 置けばバッックアップそして充電が始まると、えー、こちらアプリの方なんですけども、あんまり大きくお見せできませんが、チャージャーアクセスパスワードなんてものもね、えー、用意されております。セキュリティがね、しっかりしてるんです。つまりね、この家族の分の端末が、i x p a n d Wireless Charger1 台あれば、iOS でも Android でも、対応してしまうと。乗せるだけ充電、そしてバックアップできてしまうと。 いわゆるね、地位対応のワイヤレス充電パッドでございますけどもね、えー、そこにね、バックアップの機能、ね、ストレージまで持たせてしまうというのがね、いかにもサンディスクらしいなという感じがします。家族で共有できるということでね、こちらの方1台、リビングとかに置いておけばね、みんなで使えて便利かもしれませんね。以上、iX パンドワイヤレスチャージャーでございました。